もうこの辺りでギブアップかなと思う時にもう一歩進める、もう一歩進める、さらに進める、まあこういうことをやっているうちにまた厳しい段階を通り越して、軌道に乗り始めたりするようになるんですよね。常に一歩を進める、毎日毎日新しい一歩を進めるということを考えています。